デムビドロ、または、サイオは、エチオピア南西部のマーケットタウンで、オロミア州ケレムウェレガ県の首都。この町の緯度と経度は、北緯8度32分統計34度48分、北緯8.533度統計34.800度、8.53334.800で、標高で34.800メートル。 金細工職人と蜂蜜酒、手地の生産で知られている。町にはデムビドロ空港もある。採ヨの高さ、1942年頃元々は採ヨとして知られていたが、1900年以降この地域を統治していた半自治王国の後、1920年までに、この町はイタリアが征服するまで、エチオピア南西部のこの地域の総督の座として、機能した。 リチャード・パンク・ハーストは、この期間中、デムビドロは、コーヒーの素晴らしい商業の中心地であり、1930年代までに、大量のワックスと皮に加えて、おそらく50万キロの豆が、毎年スーダンに輸出されたと述べている。リジーイアスは、1910年代に、デムビドロを訪問し、歓迎された。1958年までに、デムビドロは、エチオピアで、 ファーストクラスタウンシップとしてランク付けされた27の場所の一つになった。同年、コマーシャルバンクオブエチオピアはデムビドロに視点を開設した。デルグの終焉前のオーロモ解放戦線の最後の軍事、行動はその部隊の一部がデムビドロで700人以上の政府兵士を殺害したと伝えられている。その後、アルフはデムビドロとその周辺地域の文民統制を引き継いだ。 しかし、アルフが、オロミア地域の残りの候補者を擁護する彼らの努力が、オロモ人民民主組織によって挫折したことを発見したとき、アルフは1992年に政府から撤退した。イップドフ軍がデムビドロを捕らえ、アルフを強制的に亡命させた。現在、デムビドロでは、近代的な給水システムが建設中で、2017年10月までに完成する予定。 2007年の国勢調査では、この町の総人口は29,448人で、そのうち15,144人が男性、14,304人が女性であると報告されている。住民の大多数はプロテスタントであり、ーセントが宗教として報告し、ーセントがエチオピア正教会、セントが イスラム教徒で2.07%がカトリック教徒であった。1994年の国勢調査によると、この町の総人口は19,587人で、そのうち9,832人が男性、9,755人が女性で、左右最大の集落だった。ありがとうございます。